ました。ここ最近何があったっけ。まあ、会社前回の動画でちょっと雇い止めを食らって、まあそれも大変でしたね。であとは資料免許、はい、ちょっと資料の勉強とかもしてて、なかなか動画を撮る余裕がなかったですね。資料の、資格を勉強して受験試験を受けてきました。でちょっとまだ合格は分かんないんですけど、
まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、もしかしたら間違えてるかもしれないんですけど、まあ結構しますね。でね、なんでこの検査を進むに至ったかなんですけど、そのお医者様がですね、はっきり言ってましたね。まあ結構年配のね、70ぐらいのね、もう患者さんをね、見すぎてね、患者のために生きてきたようなお医者さんの風貌だったんですけども、ボロボロでしたね患者のためにね、マジで命削ってましたね。それでお医者さんがはっきり言ってたんですけど、発達障害を持ってる方は高い割合で総じて絵がうまいっていう風に言ってました。はい。まあもちろんね、レベルがあるらしいんですよ。そのどのぐらいの、そのなんていうんですか、まあ病気でも熱の幅があるじゃないですか。微熱、高熱、まあいろいろね、そのグラデーションになってるじゃないですか。数字がグラデーションってちょっと変な言い方ですけど、まあこういう発達障害系もですね、ネットで見てる限りだといろいろこうグラデーションがあるらしいんですよ。まあそんな感じですね。とりあえずお医者さんが いろいろお話ししてくれた中で、大体発達の障害を持ってる方は絵がうまいっていうふうに言ってましたね。でなんでかっていうとね、大体大人になるにつれて物事を見るときに先入観が強く影響してるなんじゃないかっていうふうに、なんかそのお医者さんは言ってましたね。発達障害を持ってる人っていうのは、そういうのが、そういう先入観がかなり少ない状態で物を見れるみたいなことをボロボロのお医者様が言ってましたね。はい、とりあえずはそんな感じですね。最近バタバタしてたのは病院と資料ですね、主に。まああとちょこちょこ絵を描いてたりとか、ギャラリーのオーナーの人といろいろお話し進めてまして、来年の5月、あ、そうだわ、日付決まりました。言うの忘れてたわ。来年のですね、あ、でもこれまだ早いかな、もう言っといていいか。ですね、来年の5月25から1週間やることになりました。まあといってもですね、来年の5月ですからね、今はまだ8月でしょう。まあまだまだ先ですね。作品を書くに至っては全然時間が足りないような気がするんですけど、僕自身発達障害なのかっていう、まあ、自覚があるかというとあまりないですね。あんまりないですね。生活に支障が及んでるかっていうと、まあ及んでる気がしますね。よくよく考えたら仕事雇い止め食らってますからね。そうですね、そう考えるとなんかこう仕事辞めたくて長年1、2年いて、でこう短いスパンで自分から辞めちゃうっていうんだったらまだね、わかると思うんですけど、僕は続けたいんですけど、辞めさせられるっていうねパターンが多いんですよね。ってことを考えると自覚はないけど、まあ可能性はあるんでしょうかね。まあインターネット上にあるセルフチェックいろいろあるじゃないですか。最近だと10代20代がよくやってる INFJ とか、そうですよね。まあ、ああいうのがね、どこまで当てになるのか知らないですけど、ああいうセルフチェックっていうのは、ただ僕の場合お医者様に可能性があるっていうふうに言われたので、あるんでしょうかね。あんのかな。まあもしこれ仮にあったとして、なんか支援金とかあったら助かるんですけどね。あ、そう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 。で、ね、もう一個、そう、もう一個ちょっと話すのが忘れてました。ですね、1ヶ月、8月の1ヶ月、ちょっとこの動画がいつ上がるかまた分かんないんですけど、1ヶ月ですね、旅に出ちゃいます。はい、九州
教えてください。はい、九州の皆さん、はい、お願いしますね。でね、まあ一番のメイン目的はですね、絵をちょっと勉強するっていうのが一番の目的なんですけど、九州に1ヶ月、はい、ちょっと知り合いのところでね、デッサン、まあ、もしデッサン以外もやるかもしれないですけど、来年の個展に向けてちょっと基礎をもう一度、基礎というかは、まあとにかく絵の勉強したいなと思っています。いや、なんかね、 ASMR 撮るとね、ここがねすごい凝るんですよ。めっちゃ凝るのよね。なんでなん、すげえ凝るわ。最近デッサンしたやつ、はい、映るでしょうか。はい、結構いい感じにね描けてきてますね。これも多分個展に出そうと思います。まあただね、こういう絵はね、まあ売れないんでしょうけどね。一応これは鉛筆はですね、何 H だかな、 6H、 だいたい 6H から HB かな、今一応 7B とかも使ってるか。はい、まあ、っていうかね、視聴者の中でモデルなってくれる人いますかね。モデル男性女性どっちでもいいんですけど、年齢もですね、20代以降であれば、これを見てるね、20代30代の女性の方、男性の方、もしくはですね80の、おじいさん見てたらですね、もしモデルになっていい視聴者の方がいたらですね、石膏デッサンってあるじゃないですか。一応石膏デッサンはしたことがあるんですけど、あんまり極力描きたくないですよね。その下手くそでもいいから生身の人間を描きたいっていうのが僕のコンセプトの一つなんですけども、まあ、ちょっと今カッコつけましたね。コンセプトの一つみたいな言い方しましたけど、ちょっとカッコつけたかっただけです。はい、はい、特に意味はございません。その何に惹かれるかっていうと、男性であれば綺麗な人とか可愛い人とか、まあ、惹かれると思うんですけど、どちらかといえばですね、労働してる人、中年のですねおっさんとか、まあ、ここら辺だからかもいれに結構影響があるんですけど、すごい結構ね、労働でもうボロボロになってるような中年のおっさんとかね、あと老人とか、痛みを抱えてるような老人とか、僕は結構そっちにそっちをですね、なんか描いてみたいっていうのがあるんですけど、なかなかそれはですね、まあ難しいですね。相当難しい、描く機会がなくて。もちろんそういう絵ばっか描いてるとですね、精神的に結構きついところもあるので、僕の絵を見てる人わかると思うんですけど、結構ねポップアートも好きなんで、ポップなところと、まあ、そうでないところ、なんかここら辺のバランスをね、まあ個展をやるってなった時にどうしたらいいのか、まあちょっと迷ってはいるんですけど、すいません、いろいろ話がごちゃごちゃとしてしまいましたね。はい、まあそんな感じでございますね。はい、近況報告の ASMR でございました。はい、皆さん、真夏はね、怖いですよ。
病、熱中症、気をつけてくださいね。はい、なので皆さん、まだね、まだまだ暑いので、熱中症ね、気をつけてください。はい、というわけで、マスターでした。お疲れ様です。おやすみなさい。